日本語日本語学習者の皆さんと寝る前にちょっと話すポッドキャスト今日は「息について。 ははい、はい皆さんこんばんは「日本語コンテッペイスリープ」ですけどまあこのポッドキャストのまああのコンセプトは眠るためのものじゃないですからね眠る前にちょっと落ち着いて、えー、日本語もしくは日本もしくは僕のこういろいろなこと そういうことをちょっとこう話すそしてあの今日のトピックですね「行き」ねこれはあのあるリスナーの人からあのまあそのトピックですねトピックを募集したんですねトピックを募集したらあるリスナーの人がたくさんあの送ってくれたんですよねその中の一つですね 生き。生きについて話してください。ということで、皆さんもあのどん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 あのトピックを送ってください。はい。他のチャンネルでも、他の番組でも言いましたけど、えー、リストを作ってね、メッセージ、えー、パトレオンがあれば、パトレオンのメッセージ、なければ、YouTube でも、どこでもいいです。あの、書いてください。50個ぐらい。 はい、少なくとも20個ぐらい1つとかだとちょっとねプレッシャーも大きいしあのちょっと忘れてしまいますからあのリストを送ってくださいそうすればあの僕はリストをそれコピーペーストしてトピックフォルダーにフォルダーじゃないですよね Gmail の下書きなんですけど Gmail の下書きにあのトピックスっていう場所があるのでそこにあのコピペ しておきますから必ず話しますからね、はい、たくさん送ってください今日は息ですね息について息な人、はい、息な行為息な行動そういう風うに言いますよね息な人息というのはまあとても江戸っぽい感じがするな息 っていうのはそのこれ説明が本当に難しいんですけど例えばどういうのが粋な人っていうかというとやっぱりちょっとあっさりしてるねあっさりしてますねしつこくないんですよ、えー、例えばですねあのまあ昔ねその江戸時代とかにそば屋とか寿司屋とかあるでしょでそういうところでさっと食べてさっと出る。 そんな感じの人あの人あお店に入ってね「いらっしゃいませ」って言われて「ああ、えー、どこにしますか?」みたいな「ああここでいいよもう立ったままで」とかね「あのカウンターでいいよ」みたいな感じで「あの何にしますか?」「ああお任せで何でもいいよ」みたいな。でさっさっさっとやってパクパクパクと食べて「はいじゃあまたね」 はいお金をパッと払ってパッと出ていくちょっと粋な感じがしますねなぜかというとやっぱりこうなんか早いんですよあっさりして早いんですよお店としてはいいでしょうねお店に誰かが入お客さんが入ってきて食べてすぐに出てくれるんでまあ次のお客さんが入ることができるしでまああのいろいろなんか 文句とかも言わないんですよね。生きっていうことは文句とかも言わないの。ぐちぐち言わないの。ねちねち言わないの。もっとさっぱりあっさりしてるんですよね。で、生きな人間になりたいなと僕も思うけど、まあ人間だからね、結構いろいろ考えるじゃないですか。でも、生きな人っていうのはあんまりこうしつこく考えないし、例えばですよ、友達の悪口とか多分言わないし、あの、生きっていうのはなんかね、 どんな感じかなジェントルマン。まあ、ウォーマン。ジェントルな人。もちろんそうですよね。ジェントル。優しくて、マナーが良くて。でもね、生きっていうのはなんかちょっと急いでる感じはあるんですよね。生きな人っていうのはあの、チャッ、チャッチャッとしてる感じね。で、人、そうですね。例えば、 僕が粋だなぁと感じることはあの日本人だけじゃなくて外国人にもありますよねある時粋だと思ったのがあ,のあるアメリカ人の生徒さんにあのまああのバーでお酒をちょっとご馳走してもらったんですよ結構高いバーだったと思うんですけどでまあバーを出て僕があ,ありがとうございました っって言って言ああいいよいいよみたいな感じで帰る時もあっさりしてるんですよねじゃあ先生また今度みたいな感じでそのあのまあなんかこうずっと話す感じじゃなくてもう帰る時はそっと帰るんですよねでそれが息に感じちゃうんです息なんかこう信号が変わるところであのもうあの 歩いて、さっさと、そして一度さようならをしたら、もうあの、振り返らないね。そのまま。あの、まっすぐ歩いていく感じが、すごい粋だな。いわゆる、そういう別れ際とかね。さようなら、またねみたいなところが、さっとしてると、さらっとしてると、かっこいいんですよね。あの、僕の奥さんのお父さんね、もちろんスペイン人ですけど。粋だなと思うことがあって。あの。 カフェに行きますよ、ねまあスペインとかイタリアとかたくさんそういうあのエスプレッソを飲むようなカフェがあるでしょで僕のお父さんお父さん義理のお父さんね義理のお父さんもまああのコーヒーが好きなんですけど大抵ねあのコーヒーだけ飲んですぐ出るんですよね。はいお店にカフェに入ってなんか「うんカフェコンレチェ」みたいなこと言って。 まあ、カフェソロもあるけどコルタドとかいろいろまあいろいろ言ってまあもらってでクッと飲んでもうすぐ出るんですよね <laughs> お金払ってしかもそのお金もちょっとこう多く払うっていうかまあチップのような感じですよねで別にお金持ちとかじゃないんですよお金持ちとかは関係ないんですよねこれは。 お金があるからとかじゃなくてお金があるとかないとか関係なしになんかこうなんかこうさ,さらっとしてるんですよねなんかこうあんまりあのお金のこととかそんなに考えない感じねそれがあの粋だなって感じがするはいなんかかっこいいんですよねそのなんか ただねこれただマナーがいいとかだけじゃないんですよなんか急いでるんですよね粋な人っていうのはいすなんかこう自分の時間も他人の時間も無駄に使わない感じねはいそしてお金はねなんか例えばお金を出すとかあるでしょお金を出す時あの誰かに何かおごったりする時にねなんかその感じがさらっとしてるね あっさりね愛をもう払っといたからみたいなそんな感じとかさらっとしてるのがかっこいいですよね。その粋な,感じねはいなので生きって生 <laughs> きって難しいななんかそれは一つのシチュエーションですかね一つ二つのシチュエーションで。 粋な感じっていうのはまあ、例えばファッションとかもあんまりそのブランドブランドとかじゃないですよね、もちろん。はい。なんかかといって、そのなんかこう貧しい服でもないんですよね。粋なファッションってなんかこう、例えばね、粋だなぁと思うのはまあ、ブランドよりもなんか自分の こう大事な人がくれたものとかを大事にしているとかねそういうのはちょっと粋な感じがしますよねはいなんかそのあるでしょいろいろそういうものなんか高いものとかじゃないんですよね安くてもなんか思い出のものとかあるでしょそういうのを大事に大事に使ってる感じでもったいないからとかじゃなくてなんかその 人,人のこと考えてる感じねはいあの人にもらったものだからみたいな,なんかそういうのを大事にしたりそういう感じが粋な感じかな <laughs> わかんないな粋んかわかりましたかなんかジェントルでかっこよくてなんか忙しそうであっさりしてて執着がない感じね執着がないねなんかジメジメしてないネチネチしてないんですよ文句とかも言わない感じね、うん はい。まあ、かっこいいですよね。はい。というわけで。粋な人に、粋な男、粋な女。ね、粋な人になれるように、皆さん。あの、まあ、頑張らなくてもいいですよね。頑張って粋になるというのは、粋じゃないですからね。粋っていうのは、なんかこう。自然にさらっとすることですからね。はい。というわけで、どうでしたか。ちゃうちゃう、アストレゴ、またね、またね。またね。